はい、こんにちは。おお、これはこれは大阪屋の旦那様、ようこそ。これはこれは長九郎さんか。あ、いるかね。おかみさんはただいま奥で。ババアじゃない。いや、おくみちゃんだよ。あ、お嬢様は。今日はばあやのお供ではお気に入りませんか。洋介はどうしたの。洋介殿はちょうど今神座さんもお見えになって何かお話し中のようでございましたよ。今からそんな弱音を吐いてどうなさいます。若様が身を癒やし商家の手代に落としていらっしゃるのもお家10代の宝物事業の一軸を探し出してあっぱれ吉田家を再興させるご寄進のためではありませんか。それにそんな弱音を吐いたりして。しかし考えてみれば盗まれし事業の一軸この広い日本中のどこに渡っているものやな。まるで雲をつかむようなあてのない話じゃの。いくらあてのない話でも若様は吉田家の後継ぎとしてどうしてもあの一軸は探し出さなければならない責任があるのですよ。何必ず分かります。ことにこのような大きな道具屋に住み込んでいればそのうちに何かの手がかりがつかめるに相違ありません。それに男勝りのこの家の主お楽様が引き受けて万事いらっしゃるから安心ではございません。これはなかなか古いくたりですな。時価一両二分というところですな。早速ですがあなたが探していられた事業の一軸を持ってまいりましたが。事業の一軸を。おくみ様との話いいでしょうな。それさえいただけましたらそれはもう。ナムアミダスナムアミダスクレジャスネクレジャトリナムアミダスナムアミダスキドクレクナムアミダブツナムアミダス弱滅イラクナムアミダスナムアミダスナムアミダ商業無常。いや、お不足なお苦労ですな。来世は御仏のお恵みがございましたので。このこと言いに来たよ。何が言いに来た。さっき大勢の人に泣いて謝ってたじゃないか。あ、この野郎つまんねえとこ見やがった。この野郎気をつけ。私これから白姫様へお参りに行くんだけれど一緒に来てちょうだい。何遠慮することはねえよ。お嬢様がおっしゃるんだ。お供して行ってきねえ。途中お嬢様に間違いのねえように気をつけてな。あ、じゃあお嬢様お供いたします。お嬢様、奥でお母様がお呼びでございますよ。何、何か用なの。大阪屋の旦那様でございますよ。いやね、あんな人のところ行くのは私嫌いよ。お、おくみちゃん。おお、今日はまたなんとお美しいこと。おや、どこかへ。白重様やお前に。おい、白重様、あれは結構。その若さでご信心深いとは何よりじゃ。わしもな、白重様はどこよりもご信心申し上げておりますね。ちょうど幸い、ご一緒にお参りいたしましょう。さあ、いらっしゃい。大変でございます。お店に崩壊本が。何、崩壊本。え、怖い怖い。怖いことがあるものか。あんなものの二人は単にこの源右衛門が物の見事にすってころりんと投げ飛ばしてごらんね。さあさあ、いらっしゃい、いらっしゃい。インチだ、なんだ、インチだ。なんだ、なんだ、なんだ、なんだ。崩壊坊探さないで。崩壊坊が居直ります。何、居直り。何、物の見ないですね。おくみちゃん、行ってらっしゃいね。決まって、さっきはどんどん勝手にしてくれ。下がってりゃいいんだけど、なんでこと違うんですか。どうしてくれんだ、どうして。一体俺をどうしてくれるんで。早く早く、今のうちよ。気をつけてな。この野郎、しかもペンコロリとよく投げたな。何だ、どうして。こら、こら、
この野郎。このゲームの腕前分かったか。はあ、おくみちゃん、おくみちゃん来てみろ。あれ、あの通り逃げていくわ。あれ、あれ。おくみちゃんは？お嬢さんは最前、陽介とお参りに出かけました。何、あの手代と。それはけしからん。きれいなきれいなおくみちゃん、本当にきれいなおくみちゃん。髪はカラスの濡れ葉色。まあ陽介さんはお世辞がいいわね。眉は三日月様のようね。ザクロのようなその唇はつやつや光ってきれいですね。まあ恥ずかしいわ。姿見るたびに引きつけられる。ポチャ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 きれいですね。あら、いやだわ。おくみちゃんは犬の方へからさらわれていきました。わかりました、わかりました。何、わかった？確かにこの町内にはいないということがわかりました。なんだとか。おかみさん、私が参りましてお嬢様をお探ししてまいります。何も行かなくてもよいよい。よいよいとは何じゃ。何、旦那のことを申し上げございません。私が探してくるからよいよいと申し上げましたんで。じゃあわしももう帰る。ではどうあってもその軸は、こうなったら絶対に金銭では譲りませんぞ。わしもこうなったら意地ですからな。では必ず娘は探し出しますから、その時はそれはもう内周限と機会ならいつ段時でもお渡しいたしましょう。しかしこの男と臭いことはないでしょうな。ご心配には及びません。現にここにこうしておるじゃございませんか。うん、それもそうじゃ。しかしおくみちゃんがいないとなるとわしはなんだか心配になる。今夜はどうしてこう悩ましいんだろう。月のようにのように崩壊棒は月のように崩壊棒は悩むけりかも。先生、あれは何者ですか。おめえ、そんなこと分かってるよ。分かってたら聞かんでもいい。あ、そうか。この紙、これが本当にカラスの濡れ映えるってんだろうな。見てるとなんとなくこう引きつけられるようだ。前にまるで三日月様を見てるようだ。それにこの口、ザクロのようにツヤツヤしている。この姿を正面見てからというものは、寝ては夢、起きてはうつ幻の水に映りし月の影、手に取れずざると知りながら、あぐっしょりと濡れてみたいが人の爪、恋はしやんのほかじぶりどこの港に着くじゃやら、この道ばかりは別物じゃ。おもやくとなるくはちゃくとおなる見るもの、聞くものはじゃなやまじき、そういう口にもお嬢さん、あなたの顔見りゃわしゃとてもいけやせん。
目覚めですかな。あなたは昨夜から一つもお休みになりませんでしたの。それはもう徹夜してあの怖い人たちから私を守っていてくださいましたね。それとはまあ大勢にのぞかれてじゃな。それ、寝られやしませんよ。すみません、私あなたをそんな高潔な人格者とは知らず、とても誤解してましたのよ。私あなたをいやらしい生臭坊主だとばっかり思っていましたの。それなのに。どうもそう大勢に誤解されるんでな。嘘はもうとても辛いですよ。本当にすみません。私実は永楽屋の一人娘で、おくみと申しますの。おい、おい、大変だ大変だ、おい、大変だ大変だ大変だ、おいおいおい、あれやな、永楽屋の娘だとよ、ご中心するにはたんまり俺がもらえるで、うん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 、ではちょっと失礼して朝のお勤めをな。商人様とまではいかんですがな。私の悩みを聞いてくださいます。悩み何です。言ってごらんなさい。はい、何ですな。私この世に一人だけ恋しい人がいますのよ。おうおう、いるんですか。それは誰ですね。誰です。その方私にほら、ほんとですかい、うれしいね。ほら、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 ほら。本物かどうかは見てごらんな。おう、確かにお嬢さん。これは永楽屋の番頭さん。実はな、今お知らせに上がろうと思ったところでな。ありがとうございます。永楽屋では旅は一晩中心配で、夜もおちおち寝られない次第でしたが、こうしてお嬢様が無事にこちらにお助け願っているとし、本当に安心しました。それはさぞご心配なことでしょう。何にもないんでな。お紅茶。お紅茶。どのくらいお礼差し上げたらいいもんだろうね。はい、ございますね。何しろ命の恩人でございますからね。とにかくこれをお前に渡しておくから、お前からよろしくお礼申し上げておくれ。かしこまりました。
ろいろと相談いたしたんですが、いかがでございましょう。一つこの辺で。こら長九郎、はい、貴様ごまかしか。とんでもない。これからこのおいおいと出すとこなんでございまして。いやさ、これで金で俺をごまかしかよ。とんでもない、ごまかすのって、もうそれで全部でございます。いや、金のことじゃないな。俺とおくみさんとはちゃんと了解ができてる。あのカラスの濡れ灰だよ。昼前だな、見やがれ。あのあなたがおくみ様と。ああそうだよ。あ、なんでおかしいんだ。いや別におかしくございません。今まぴっちったろ。いえ、あのまさかその丸い頭で。お卵なんだ、お卵。頭なんかどうでもなるでしょ。はい、確かに本物でございます。では永楽屋さん、おくみちゃんとの祝言確かに叶えてくださるでしょうな。よろしゅうございます。それさえいただけますれば。ではあさってが大安だから、料理屋の大室で内祝言の祝いをするとしましょう。この品はその席でお渡しいたしましょう。ではいずれおくみちゃんによろしく。おくみちゃん、なんでもあんなよいよいのおじさんのところへ。お母さんまんまりだわ。心配おしでないよ。私に任せて安心しておいで。義理の一軸を手に入れるまでの方便だよ。誰がかわいいお前をむざむざあんなひいじじいのところへ。みんな陽介の出世のためだからね。すいません。ああ、お前は何にも知らんじゃろうが、あのわしとおくみちゃんとはついて吹かれた仲じゃもんな。それほど思い込んでいられるなら、私としても何とかいたしたいんですが。で、何か？それがその…で、何とかできるわけでもあるってのか？それがその…それが…ああ、金か。金ならこんなのにあるよ。おお、いつの間に…わしが取ってやろうな。あ、どうも。ん？ほら、ほら。いいで、いいで。何？あの若染が。これ、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 これ。今暴れては何もかもめちゃくちゃだな。いずれ席を改めてわしがご相談に乗りましょう。何？じゃあ、あの、よいよいとお国様の趣味。バカなことは心配するな。落ち着け落ち着け。俺がついてるじゃないか。いい知恵を貸してやら。一体何をするんだ。いいか、俺事業の一軸を盗んでしまえ。俺さえなければ源右衛門はお組には指一本も触れることができねえんだから。あの一軸俺が。そうよ、知りよく盗みは源右衛門の祝言がおめえの祝言に早変わりという段取りだよ。なるほどな。その上料理屋の勘定は全部払ってやら。祝言がタダになるじゃねえか。ちげえねえ、うまくできてやら。今夜は前割りうんと飲もうか。おくみちゃんだ。いや、本日はおめでとうございます。わざわざお招きに預かりました。どなたか呼びましたか。いや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 、どうもご丁寧にかごでお迎えに来られたんではな。南北の愚僧でも断りきれんでこない。いやいや参りましたよ。あのおくみさんは分かりですのに。
みちゃん。まあ、お嬢さん。あなたはお気の毒な方ですな。心に染まぬお嫁入り。あたしの心をご存知なの。そのくらい知らなくてなんとします。自分の恋人を取られるんですもの。自分の恋人？そうですよ。カラスの塗れば色、ザクロの口ですよ。まあ恥ずかしいあのことを。なんで忘れよあの言葉。私がきっと引き受ける。その代わりうまくいったその時は。何をなさるのよろしい。そりゃあまりなお言葉よ。だってあたし知らないわ。とかなんとか知らばっくれ嫌じゃありませんか。詳しいことはこの手紙、あとでゆっくり読んでちょうだいな。なんだに変な邪魔なとこ出てきて。貸衣装の判断抜いて。何をするのじゃ。ここはめでたい席上じゃ。お前などの来るところではない。下がれ下がれ。では先日お約束のこの品、引き出物として確かにお渡しいたします。洋介、あ、さだ、早く杯を杯を。ぐずぐずしてると年を取ってしまうぞ。ちょっとお尋ねしますが、あなたは何ですか。あの奥美さんと陽介とが臭い仲だというのをご存知でしょうな。何、臭い仲、それは本当か。いや、それをご承知の上での杯貧困なら結構。おやんなさいおやんなさい。以前から臭い臭いと思ってたら、やっぱり臭かったのか。知らぬは何とかばかりなりか。さてはこのわしを騙して、あの一時刻、これ長九郎、陽介を呼べ陽介を。ああ、確かに本物じゃ。ほら、貴様いつの間にかお嬢様をたぶらかして。ちょっと来い。お久美様参る、小軽る崩壊坊より。あきれ返った生臭坊主だな。何より痛い痛い。ああ、いたかいたか。ほらほらほら、陽介、こっちにはちゃんとした証拠があるんじゃ。よくもこの偉楽屋ののれんに泥を塗ったら、貴様のようなやつは隠してやる。嘘のやつだってな。何でさ、何で手荒なことしなさるんだ。
嬢様と不良したこの洋介を殺してるのなんで邪魔だとするんじゃ。しかし洋介は私が受け人だ。この私に断りもなくぶったり叩いたり、もし怪我でもしたらどうしなさる。お前さんは下手人だぜ。それを思って止めたんだ。まあ悪く思ってくださるな番頭さん。それとも何か私の言うことが間違ってるとでも言うのかい。いや別に、うん、じゃあ文句はないんだね。それは文句は、それともあるのか。そんならこのありがたい瞑想ちっちゃもなぜすってんこれって投げおった。投げたぐらいはお安い御用だ。てめえなんかぶち殺しても大事ねえや。ぶち殺しても大事ない。はい、それたこと言うやつの。なぜぶち殺しても大事ないんじゃ。瞑想知識、今番頭さんから聞きゃ陽介と奥美さんとが不義密通をしているように聞いたが、何か証拠でもあるのか。ああ、証拠も証拠、れっきとした証拠がね。どんな証拠だ。待ってろよ。なこれだ。これだよ。なるほど。おい、そこないい男、一番でけえ声で読んでもらえましょうけ。これが証拠の事務で。ありがとうございます。こういう証拠こちらなんですね。じゃあ何や。よっけ。じゃあ、これが確かに証拠の事務なんだな。ああ、それだよ。間違いねえね。あ、これだよ。よし、じゃあここで大きな声で読んで。おお、これはいいところを置いてなった。いや、私が読むより、俺は腹立ち紛れにお婿さんが大きな声で子供になった方がいいんだよ。うん、憎さも憎し、持ち前の大文章で読んでくれべ。ああ、みんなに来れるね。そして、ええ、こいて読んでおくんだね。まずい字だな、これ。思いに耐えかね、一筆示し参らせ候。いつぞやよりその字様に恋焦がれ、それよりも片時も忘れやらず。煩悩の犬、お江戸も足らず、雲に架け橋、霞に千鳥、及びないとて、惚れたが因果にござそうの。ちょ。どうです、ね、嫌なもんですね。雲に架け橋、霞に千鳥、及びないとて、惚れたが因果にござそうの。嫌らしいね。嫌なもんです。どうだ、次読んで、お前の姿を見る度ごとに、いっそと思いを増すほどにて、寝ては夢、起きてはうつつ幻の。どうだ、ね、書くことがなくなったもんだから、何やるうちのもんかいじゃん。寝ては夢、起きては普通幻の。はい。水に映り。これいい加減にしろと。読んでもらえ。次読んで。水に映りし月の影、手に取れざりと知りながら、うっしょりと濡れてみたいが人の常。惚れたが因が不憫とおぼしめし、思い叶えてくれの金、金がね示し参らせ道路。重い。みんなよくわかったでしょ。いや、わからねえ、わからねえ。さあ、その先読んでください。たった一度のお情けを、広大無限のお慈悲と観音様にかけて祈り参らせ。よろしい。じゃあね、その宛名を一つはっきり読んでください。奥美様参る、こがるる崩壊坊より。はい、おーっと、瞑想知識、どこ行くんだい。ちょっとはばかり。あっと逃がしてなるもんか。奥美様参る、こがるる崩壊坊。この崩壊坊ってのは誰かのことだったな。うん、聞いたことのあるような名前だな。お前さん知らないか。知らんな。崩壊坊。崩壊坊。お前かい。瞑想知識お前だったのかい。おのれわしの肩持ち顔に奥美様に惚れていたのか。少々ばかり。起き上がれ。惚れたが悪いか。どうしたの。こう言ってこんちきしょめん。はい。この野郎、人のこと関係ないかんと蹴飛ばしやがって遠慮しやくない。人の蹴だと思って。おい、この野郎、本当にまあ。やっちょう。よくもこんなひでえ目に遭わせやったな、野郎。まだ文句あんのか。文句あらな、見ろ、ほら、たぶん、すぐて。闇があるから、おめえだろ。思えば。どうした。いい男だ、いい男。切れないった生臭坊主だな。ああ、山の坊主がいなくなったら、ただ祝言だ、祝言だ。お母さん、金魚の菊を。何、盗んだ。いや、やっぱり。じゃあ、すぐ運ぶ、坊主だ。これ、チョブロ。それでも、崩壊坊の後を得る。
ここだ、ここだ、ここだ。これ、うん、なあ、この崩壊坊が転んだってただおきに。この通り。なるほど、さすが崩壊坊だ。おっとっとっと。なあ、おくみさん、俺の手に渡さねえうちは、これはお目に渡さねえよ。そうか。よし、じゃあ、なんとかしてお嬢さん連れたぞ。まあまあまあ、ちょっとお待ちください、お待ちください。いや、お待ちください。とっても、崩壊坊ってやつは一筋縄じゃいけません。私、うまい考えがあるんですから、貴重なところは。あのタコがどこ行きやがったんだろう。タコだなんて。おれ。おれ。この野郎、こんなとこ嫌がって。ピシャ。おくみちゃん。バカ。あっち行ってるあっち。来ましたよ、崩壊坊が。何、来たか。さあ、そのようにやってしまいなさい。いや、しかし、わし一人じゃ心細いな。さあ、これさえありゃ、いくらよいよいでも大丈夫ですよ。よいよいとは何。よいよいとは、あとに私はついてます。さあ、その辺隠れて。さあ、さあ、はい。亮さん、心配しなさんな。万事もね、長九郎が飲み込んでおります。悪い世には取り計らいませんから。ああ、約束通りちゃんと。うん。おい、行くわ。はい、こだったり。よし。おっとっとっと。ほら、おくみちゃんと引っかいで。へへへ。じゃあ、確かに。渡したい。確かに受け取った。おう、かごや。へい。おい、すまねえ。とんがり名古屋まで急いでくれ。へい。はい、さあ。おう、行かな。おう、よいしょ。おう、よいしょ。おう、よいしょ。
もしおめえ娘め連れてこなかったらよ、平楽屋のやつらめこの穴へ落として皆殺しだい。あらさあらさあ一緒になせんと、どうぞ。どうだ、穴すっかりうまくいったかな。おお、ほかよ、おお、どうしたんだよ。来たぜ、来たけれど、おくみさんとかいう女の子が来ないぜ。来たのは野郎二人だ。そんなことだろうと思ったよ。で、この穴も役に立ってもだ。じゃあみんな、ご苦労だった。蹴ってくれ。若様、お危のございます。お気をつけなさいまし。見えぎりなりってのは、この辺でございます。連れてきたが、その娘ってのはこういう娘だ。ちょっと待てよ。俺を殺そうってのか。やめて。待て。いや、切るなんて前にな。さあ、こいつをよく見てくれ。さあ、どうでいい。これも家の事故、事業の一時刻。事業の一時刻。そう、気になら切ってくれ。そう、いや、そんな。ああ、切るってんだ、これ。そんな、無理だなこと。そんならな、おくみさん俺に取り戻すわ。それどうなってんの、このグループだ。そんな無理なこと。そんなおくみさん俺に取り戻すわ。それは、はい、崩壊部。てめえの頭ってのはこんな頭だ。まあ、その穴の中でゆっくり頭を働かせばいいや。これだよ、ちょ、急いで。Yeah.
は買い付きやしないんだから諦めて、せめて永楽屋のためを思って清九郎と一緒になっておくれ。お前が崩壊坊に風を沸かされた時も清九郎が助けてくれたんだし、店も一人で切り盛りしてくれるし。もういいわお母さん、何にも言わないで、私諦めているのよ。どうもいろいろありがとうございました。おかげさまで死ぬ命を助かりました。旦那が探してもらえる軸もこれじゃないかね。あ、これだ、これ、これだ。あ、こういうのが逃げた。いらっしゃいませ。どうぞどうぞ。いらっしゃいませ。どうぞ。いらっしゃいませ。どうぞ。陽介を殺そうとしたが、陽介は生きてるぞ。何？
陽介は生きてる。それで少し罪が軽くなった。ほら見ろ、ゲームや神座が恨めそうな顔で、ほら、お神座、神座、ゲーム、おかえも助けてくれ。よし、助けてやろう。さあ、この中へお入り。うわ、この中へ、この中へ、ありがとう。言ってくださるな。またシャバに未練が残る。じゃあさようなら。これからどちらへ？幽霊は西へ行くというが、私は昨日も三途の川端で追い返されて、まごまご迷ってる。あなたは私たちの大恩人です。そのあなたが安らかに成仏なさるためにはどんなことでもいたしますが。だが実は私は仏様を出しに使って人を騙し、釣り金建立の金を集めた罪によって行くところへも行かれません。だが私を成仏させてくださるんでしたら、境内へ釣り金を一つ建立してくださらんか。立派なやつをな、一つお願いいたします。その金つけばどんな苦人でも後悔するようになるでしょう。せめてこの世に一つだけいいこと残して行きたいよ。必ず立てて差し上げます。ありがとうございます。時にお二人さん、わしのためにいろいろと苦労かけて愛すぎます。時に皆さんどうです、今晩のこの結婚式を陽介おくみさんの式に変えては、私が罪滅ぼしに仲人に立ちましょう。ありがとうございます。ではお二人、末永く仲良くお暮らしなさい。高砂や高砂や、この裏船に帆を上げて、高砂や高砂や、この裏船に帆を上げて、辻もろともに弟子をろ、波の淡路の島影や。おかえぼうさん、ごきげんよう。さよなら。さよなら。